お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。宮古島です。と映画ですね。ついに、僕と、シラフさん、シラフジャンキーさんが出てる、復讐代行人が、YouTube で短編バージョンですね。監督がもともと作ってた、まあ、これぐらいの話の中のをちょっと凝縮した40分ぐらいの短編が、YouTube の方で目視録チャンネルでついに公開されましたので、こちら、まずお知らせとして、見てみてください。で、その劇中の言葉の中で僕すごいいいなと思ったのが、人は実体のない言葉や映像を愛することはできないって言っていたシーンがあったんですけど、そこが僕は一番セリフの中でいいなと思ったところです。ですごい面白いんで、この動画を見てまだ映画見てない人いたら、僕も一生懸命演技してますんで、見てみてください。で、この動画で知った人は、250番から来ましたというコメントをですね。なんか媚びを売ってるんですか？まあ、その言ってくれっていうわけじゃないんですけど、まあ、そういうコメントしろって言ってるわけじゃないんですけど。いや、言ってますよ。まあ、僕から来たっていうのをね、ちょっと書いてくれたらね、ちょっと嬉しいかなみたいな、監督にアピールになりますね、それは。いや、でもそういうの大事じゃないですか。そうですね、上に上がるには。そう、続編がもしかしたら反響次第で控えてるかもしれないんで、ね、その250番ってこうコメントがあれば、まあ、続編も250番使おうかなみたいな気にもなってくれるかもしれないんでね、監督の方も。ぜひお願いします。いや、いいことですよ、そういうアピール、やっぱね。アピールっていうのはね、はい、アピールしていかないとね、人を恨まれようがね。それ大事ですよ、上に上がるにはね。人を踏み台にしてみたいなのやめてくださいよ。まあ、俺も同じことしますよ、それ。シラフさんも出てるわけじゃないですか。シラフさんもちょっと映画について、はい、お話ししてください。はい、はい、どうもシラフジャンキーです。はい、どうもシラフジャンキーです。ありがとうございます。今ご紹介あった通りで、自分シラフジャンキーも今回復讐代行人の映画に出演させてもらいました。はい、いや、本当にね、こういう機会をいただいて本当にもうね、感無量ですね。はい、感謝の気持ちでいっぱいです。はい、監督、助監督、その他スタッフのともども、いや、初めてね、映画にちょっと携わって、いや、すごいですよね。この YouTube 見たんですけど、あんなにクオリティを出せるのかって。いや、クオリティはマジやばいです。いや、音楽とか超良くないですか。あんな風に完璧にできることを最初想像しなかったんですよ、自分。でも、あれはね、天野監督。あの編集はちょっと一生かかってもできないですね、俺は。できないですよね。はい、だからああいう映像技術とかさ、相当大変ですよ、あれ。いや、本当にあれ参りましたよ。もう普通の一流映画じゃないですか。いや、本当にああいう場にね、自分ね、本当もう本当重要な役やらせてもらい本当にありがとうございました。はい、重要な役でしたっけ。はい、いや、かなり重要な役をやらせてもらいましたね。はい、なんか開始3分ぐらいのところで、シラフさんが映ったの分かったんですよ。で、あ、シラフさんだって。だからもう最初から出させてもらってね、はい、ああやってみんなが一番見るところじゃないですか。一番最初、はい、そのなんか開始3分ぐらいのところにシラフさんチラッと映って。いやいや、チラッとじゃないだろ。なんでお前いつもそういうこと言うんだよ。その後出てましたっけ。いや、出てるよ、お前。じゃあ見ろよ、ちゃんとよ。ちゃんと見ましたよ、俺もう3回ぐらい見ましたよ。いや、まあいいよ、それはいいとしてさ、それはさておきって感じだよ。まあ、とにかくね、本当すごい映画ですね。はい、目視録チャンネル、はい、カタカナで目視録ですね。はい、そのチャンネルで復讐代行人、まあ、短編アップされているので、皆さんご視聴してください。それで映画化
完全に映画館でもやると思うんで、続編もこのままだったら、続編もそうですね、うん、あの反響次第なんで、うん、続編、はい、皆様がどれだけ見てくれるかとか、そういうことに関わってくるんで、うん、ぜひ見てもらいたいですよね。ですね、はい。シラフさんがどれぐらい重要な役を、まあまあまあ、とにかくね、やってるかを確認してもらいたいです、まあ、なんか自分のここで初めて復讐代行人っていう映画を知った方は、まあ、自分から伝わったみたいなことを言っていただけ、うん、なんかコメントとかに書いてもらえたら、はい、光栄です。あのぜひ目白くチャンネルの方へね書き込みお願いしますね、はい、いや別に何もその自分をアピールしたいとかじゃなくて俺の真似してんじゃないですか、はい、まあ、そういう感じで、はいね、ぜひご視聴お願いします、はい、あそれと、ウリタ夫婦の企画のデンジャーファイトっていう鎖と鎖でお互いの体をつないで戦うっていう大会があるんですけど、まあ、記者会見から始まって、それぞれ試合が分かれて、ウリタ夫婦の方で、チャンネル動画上がってますので、あのそちらも見てみてください。あの僕本気で戦ったんですよ。でもやっぱりなんつうのかな、ちゃんと格闘技やってる人と比べられちゃうと、やっぱり超ど素人みたいな感じに見えるかもしれないですけど、まあ、練習もしたんで、あのぜひ見てみてほしいですね。おいこれは外、なんでその T シャツよ、なんでそれ営業？あ、もうこれ一応、はい、あ新カラーが出ましたね。新カラーが出たの？はい。おお、な営業か。せこいな。商売人だな、でも。言い方が悪いです。うん。言い方が。でもこれ本当にあれなんですよ。超リーズナブルにな値段設定なんですよね。うん。はい。メルカリから買えばいいのね。メルカリからです。ぜひシラフさんも。分かった。どうですか。あ、いいですか。珍しいですね。気分によるけどな。そうですよね。うん。まあ T シャツじゃあ、はい、メルカリから概要欄にじゃあ貼っといてください。その URL。はい。デザインとかしてくれてる方もいて、手伝ってくれてる方がいるんで安く提供できるんですけど、うんうん、まあほぼ原価ですね。本当にマジで。この T シャツ代だけでそれぐらいっていうような感じです。まあ買ってくれたりね、うん、あのすれば、うん、なんか1万円とかしないの？1万円とかしないです。あ、偽物でもないし、オリジナリティオリジナリティあります、うん、でこれからもちょっと別の形とかもまた出てくるんで、うん、ぜひお願いします。こちらも。じゃあ。はい。ということで、まあ、ちょっと、まあ、ちょっと、まあ、あんまり面白いことを言えた動画じゃないんですけど、まあ、今日はこんな感じで、うん。ありがとうございました。ありがとうございます。